おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。よし、というわけで、武闘家の試練も終えて、いよいよねモンスターマスターの、ね、実況をしたいと思うんですけど、あの武闘家をやってる間とかでモンスターマスターやってて、まあモンスターマスターが楽しくって、まあちょっと見ていただけたらわかるかな。本当にごめんなさい。いや、もう上級職のレベルがもうカンストする寸前となっております。何がどうなってこんなことに。こんなはずではなかった。いやマジで楽しいですよ。モンスターモンスター本当世界変わるんですよ。今までのが魔法使いでもう、まあ、いろんなモンスター使って戦うの楽しかったんですけど、まあ本当にねもう何やってんだろうみたいに。今回はモンスターマスター編です。モンスターマスターが輝く動画にしたいと思います。モンスターマスターにはね主に2つ要素がありまして、その2つをちょっと今回はね紹介しようかなって思います。じゃあ早速いってみましょう。レイゴー。さてやってきますかね。まあ、相手チームは悪魔3体か、これかー、これかー。了解了解、悪魔3体まあまあやっていきましょう。スターダムスキャンしちゃうともう枠が変わるというのね。まあ、亡霊剣士死神貴族ドラゴンゾンビ。いきまーす。相性でゾンビパーティーです、一応。まあ、2300しかねえのか、HP。いく。ドラゾン入れてこれは低いな。加賀いきます。よろしくお願いいたします。まあ、内容はね、あの一発で目に分かる内容にしてあるんで分かりやすいと思います。ではまず分かりやすくいきましょう。多分結構ね比較がしやすくなってますよ。これ分かりやすいマスターダブルスキャンにしてありますんで、今回はちょっと待ってよ。火の息どうだ、火の息どうだ、あ結構食らうな。さあドラゴンゾンビが動いた。まあ、こちらはね結構強力なモンスターになります。ドラゴンゾンビマスターダブスキャンはしておりませんが、さあ一強のガラガラガラ。さあエースケ君動きます。紋章の輝き、マスターダブスキャンしたいソル威力を解くとご覧まで俺。いやマスターのマスターの世界変わりますから、ほんとこの火力ですよ。今回はあの亡霊剣士死神貴族かなり火力に振ってあります。さあ亡霊剣士クラーク君も続きます。いけほい。避けられるのはね想定外なんでやめてほしいんですけどね。避けられるのは想定外なんですよね。エースケ君がねこの超火力の紋章の輝きで暴れまりまーす。せーのはい。うーいいねー、これこれこれだよこれ。モンマスはまずこういうことができます。火力が出せます。まず
まず火力に振ることこんな感じですね。いい稲妻切りきますよ。はい348ですよ。耐性も何もないのに、雷耐性がうんだかんだってわけでもないんですよ。でもこのダメージですよ。いやー俺の雨が会心出た。ドラゴンゾンビが俺も混ぜるよみたいになってる。さあラストはクランク君。雷よ、やめてくださいね。半減、えい、あ、もう出た出た。半減でこんだけ出してたらでかいよ。いや、もうこの超火力ですよ。やっぱりね、モンスターマスターの第一の魅力はこの超火力ですよね。はい、ではこちらは、イバラドラゴン、ドラゴンレイダー、ドラゴンゾンビドラゴンパーティーなんですけど、こちらのパーティーは HE 上昇見れば分かると思います。もうこんなことで3324相手を殴り切りたいと思います。いやでもハグレメタル狙うときついんだよね。そう、圧倒的1300の耐性あるんでね。何より HP やっぱ頼りがいありますよ。やっぱ HP が全てみたいなとこあるからね。結局モンマとこのゲームにおいて HP が全てみたいなとこあるから。スペシャルカード発動、炎のリング。さあ向こうの追加ダメージを狙いに来る。さあこっちはね、でも HP がある、有り余る HP ありますね。ハゲメタル先に置いたよ、ドラゴンレイダー。いけ、はい、お、いいじゃん。そうそう、消防効果、消防効果でも十分強くなりますからね。なんでドラゴンゾンビがさ、ハゲメタル早いんだよ。いけ、ガガガガガもちろん消防だってこうやって HP のね、底上げとね、ステータスの底上げができますからね。弱っ145。おい大丈夫か、俺たち HP 3000あんねんで。削りきれんのか、お前らに。この HP お前らは削りきれんのか。雨雲のあり、いやーきついな。それ一番嫌なや、嫌なやつやな。一番嫌かも。あーあー、追加か。追加でだいぶ食らった。ヒーツサイクロン、これも発生するな。うまいな。向こう運良すぎじゃない、向こう運良すぎじゃない、技の行ってめっちゃ削られたやん結局。でも HP3000 ありますから、この一旦で1000クラッターとしても、1000クラッターとしてもまだ HP はまだ HP 勝ってますからまだ HP 勝ってますからね。余裕の、もう酔っちゃうよ、 HP 余裕の酔っちゃうんですよ。まだこっちは余力がありますからね。結局モンマ取って HP なんですよ。火力ももちろん大事ですし、回避数も大事ですけど、結局 HP ですから。それを証明するパーティーですよ、これ。物理に対しては硬いからね。向こう、やっぱ早いな。ヒーツ体感。じゃあこっちも反撃しましょう。さあ、まだ HP 勝ってるから。いけ、当ててこう。しっかり当てろ。OK。しっかり当てれば大丈夫よ。さあ、ドラゴンゾンビ。いけます、骨の雨。1,2,3 一気おら、あーガラガラ見た目がコミカルですけど、まあそこそこ強いからね。あ、ハグメタルいった。あ、でももうここまでくればね、もう終わりですよ。 HP ってやっぱ大事なんですよ。同じモンスターマスターですよ、教えてやろう。お前の範囲はね、 HP が足りなかったことだ余裕モンスターマスター楽しみというわけで、
まず多くね、まあ大まかに分けて2つ紹介しました。まあ、マスターダブルスキャンと称号をね、うまいこと使い分けたら本当にもう魔物が全然違うんで、性質が。今回火力に振っちゃったけど、モンスターマスター耐久にももちろん振れるからね。それは後に見せます。じゃあ今回は短いですがこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。